言語の部屋へようこそ今回のテーマはんを見る日本語のんという音は後に続く音によって実際の発音が変わります例えば県県外県庁県道県民県床という言葉での県はすべて発音が違いますだから我々は六種類ものんを使い分けているのだというふうに説明されることがあります まあその説明でも間違ってはいないのですがそれで終わってしまうとちょっとことを複雑に捉えすぎというか本質を見失ってしまいまいすそこでこの動画では日本語の「ん」を我々がどのように発音しているのかを国立国語研究所が公開しているリアルタイム MRI の映像とともに解説し結論として6種類もあるといわれる「ん」の発音について一言で説明します。 しかしそれを理解するためには前提として発音の仕組みについていろいろなことを理解する必要があります。まずは母音「あ」を発音している時に口の中がどうなっているかを理解しましょう。早速ですが「あ」を発音している時のリアルタイム MRI の映像をご覧ください。あああ 今見た映像から発話を始める前の状態と、あを発音している瞬間の状態を切り取って比べてみましょう。まず分かるのは、まあ言うまでもないことですが、あでは顎が開き、口の中に広い空間が生まれています。そして注目してほしいのがここ。あを発音するときは、喉びこの部分が持ち上がって、鼻への通り道が塞がれています。もう一度動画で見るとこんな感じ。あ、あ、あ、 この動いている部分を口外反というので覚えておいてください。口外反が上がって鼻への通り道が塞がれるというのは他の母音でも同じです。要するに母音を発音するときは鼻への通り道は塞ぎ口からの出口は開放していると求められます。では続いて子音の発音について見ていきましょう。わかりやすいのはファとかサの子音です。まずは口外反に注目して MRI の映像を見てみましょう。ファ、ファ、 こちらでも母音の時と同様口外反は上がっていますつまり息は口だけから出ていくわけですがここで唇をすぼめて出口に小さな隙間を作ってあげると「フッッ」という音つまり「ファ」の死因が発生します「さ」の死因はというと舌先を歯茎に近づけて舌先と歯茎の間に小さな隙間を作りその間に息を通すことで発音されますそこに注目してもう一度 MRI の映像を見てみましょう MRI は時間解像度と空間解像度がトレードオフの関係にあるつまり滑らかな動画画を撮ろうととすすると画質が落ちてしまいまいなのでこの映像では舌先と歯茎の間のわずかな隙間を鮮明に認識することはできませんですが私たちは「ススというふうに「さ」の芯を発音し続けることができ発音している間口から息が漏れ続けています このことから舌先と歯茎の間に隙間が空いているということを理解していただけるでしょうここで話したことをまとめるとファやサの詞音を発音するときは母音の時と同様鼻への通り道は塞ぎ口からの出口はわずかながらも開放しているということになりますここではファとサを取り上げましたがハ・シャ・シャの詞音それからワやヤの詞音についても同じことが言えます ちなみにこれらのシーンは摩擦音や接近音に分類されます。次に見るシーンはバとタです。MRI の映像を見るまでもなくバを発音するときには唇が完全に閉じる瞬間があります。ばば。一応 MRI の映像を見ておきましょう。バ、バではタのときはどうでしょう。バのときと比べると分かりにくいですが舌先が歯茎にくっつきここで出口が完全に塞がれています。 たたそしてこの時口外反はどうなっているでしょうかこれまで見てきた母音や摩擦音と同様口外反は上がっていますつまり鼻からも口からも息が抜けられない瞬間があるわけですそして出口のなくなった空間に息を送り込み続けると内側の圧力が高まりますそしてここで唇や舌を動かして口からの出口を作ってあげると空気が一気に外に出ますこの瞬間に発音されるのが「ブブや「 のような破裂音だというわけです同じことはパやダにも言いますパとバ、タとダは何が違うのかというと声帯が振動し始めるタイミングですまあこれについては今回は重要ではないので深掘りしません今重要なのはパとかバを発音するプロセスでは唇での閉鎖を伴いタとかダを発音するプロセスでは歯茎での閉鎖を伴うということです同じように閉鎖を伴う音にカとかガがあります かとかがを発音するときには舌の後ろ側が持ち上がり鼻と口とを隔てる壁である郊外の後ろ側の部分南郊外で閉鎖が生まれますこの閉鎖を解放するときに生まれるのがクくクぐググのような死音だというわけです今見た死音のほかチャチーチューチェーチョの死音とかサチーツーチェーチョの死音もパタカと同様閉鎖を伴うグループに分類できます それから「ラリルレロ」のシーンも多くの場合瞬間的な閉鎖を伴いますここで「ザ」のシーンと「ジャ」のシーンについて解説しておきましょう「ザ」と「ジャは」は破擦音で発音される場合と摩擦音で発音される場合があります言い換えれば閉鎖を伴う場合と伴わない場合があるということです大体の傾向として発話の初めでは閉鎖を伴って「ザ」「ジャ」のように発音し発話の途中では「あざ」 あじゃのように閉鎖を伴わずに発音しますささやき声で発音してみると違いが分かりやすくなりますザをささやき声で発音するとザ・ザあざをささやき声で発音するとあざ・あざじゃで同じことをやるとじゃ・じゃ・あしゃ・あしゃになります まあこれはこういう傾向があるという話であって、絶対の法則というわけではありません。ここでは、ザとジャは閉鎖を伴う場合と伴わない場合があるということを押さえておいてください。それでは最後に見ていくのが、ナ・ニャ・マのシーンです。代表例として、マを発音している時の MRI の映像を見てみましょう。まま 外から見て分かるとおり唇で閉鎖を伴って発音するわけですが唇を閉じている時口外反は下がっています。なとにゃでも同じことが言えます。これらのシーンは「微音」に分類されますが破裂音と同様に口からの出口は塞ぎながら口外反は下げて鼻に息を通すというのが特徴だと言えます。さてこれでやっと「ん」を理解するための準備が整いました。一旦整理しましょう。 整理すると言っても、ここでやるべきことは単純です。これらの日本語の音を口からの出口を塞ぐ瞬間がある、つまり閉鎖を伴うグループと、そうではない閉鎖を伴わないグループに分けるということです。それではまずは閉鎖を伴う音について、それぞれの音の直前にうんが来た時の口の中の様子を見ていきたいと思います。まずは、幹部という時の MRI 映像をご覧ください。 んの部分で甲外班が下がっていたことに気づいたでしょうかそして甲外班が下がっている間に唇が閉じています今見た甲部の映像からんとその前後の部分を切り取るとこうなります このように並べると「あ」から「ん」に移る時には唇を閉じながら口外反を下げそして「ん」から「ぶ」のシーンに移る時には口外反を上げそれに続いて唇の閉鎖を開放することで破裂音を発音しているということがわかります同じことを閉鎖を伴う他のシーンでも見てみましょう左から順に簡単パンチ新刊の MRI 映像から切り取ったものです いずれの場合も「ん」のタイミングで口外反が下がり鼻に息が抜けていることが分かりますそして口からの出口はそれぞれ少しずつ違う位置で塞いでいますしかしその位置というのは直後に続く破裂音の閉鎖のポイントと一致しています今見たのは直後に来る音が破裂音の場合でしたがこれが「ビ音つまりマ「ま」「な」「にゃ」のシーンである場合はもっと単純ですデーータベースには任務 案内という日本語とバンヤリという架空の言葉の M.R. 映像があります。それぞれんとその前後の部分を切り取ってみるとこうなります。これらの場合ではうんは直後の子音ビ音と全く同じです。ですからうんはただ直後の子音を長く発音しているものだと言えます。ここまで見てきたのは直後に閉鎖を伴う子音が来る場合のうんの発音でした。一覧表にまとめてみましょう。 閉鎖を伴うシーンが後に続くときはその後に続く。死因に応じて4通りの運が現れ、それぞれ良心。ビヨン死刑ビヨン死刑高校外ビヨン難攻外ビヨンのように呼ばれます。しかし、その閉鎖の場所というのは、直後に来る音の閉鎖の場所に合わせているに過ぎません。ですから、私は4種類の運を巧みに使い分けているみたいな言い方をするのが適切だとは思いません。 閉鎖を伴う音が直後に来る場合のうんの実態というのは、その音を出すために必要な位置で先に閉鎖を作りながら公害犯を下げるというものです。つまりここに4種類のうんが現れているというのは、日本語には閉鎖を伴う音のその閉鎖の位置というのが4種類あるということのその裏返しであるに過ぎないわけです。 続いて閉鎖を伴わない音が続く場合のんを見てみましょう。ここでは真相、アンフェア雰囲気の3つを取り上げます。まずはこの3つの単語の mri 映像をご覧ください。深層深層アンフェアアンフェア,ア,フェア雰囲気、囲気今回もんの瞬間とその前後の部分を切り取ってみました。これらの例でもんのタイミングだけ、公外反が下がって鼻に息が抜けていることが見て取れます。 では舌や唇がどうなっているかというとその形はまちまちですしかし上下で見比べてみると単に前の音から後の音へと移行しているのだということがわかります真相という時「ん」の直前の「い」の音では舌の前側を持ち上げていて直後の「し」の子音でも舌の前側を持ち上げる必要がありますですからその間に挟まれた「ん」の音は舌の位置は大きくは変わらず前側が持ち上がった状態になっています アンフェアの場合も直前の「ア」と直後の「ス」との中間の状態になっていますし雰囲気の場合も「ウ」と「い」の中間の状態になっていますそしてここで重要なのはいずれの状態でも口からの出口は塞がれていないということです今見ているのは直後の音が閉鎖を伴わない場合ですし「ん」の直前の音は常に母音ですから口は解放しています つまりこれらの場合の「ん」というのは閉鎖を伴わない状態から閉鎖を伴わない別の状態にシフトしているその途中の段階にあるわけですからここでも閉鎖は伴っていません要するに閉鎖を伴わない音が直後に来る場合の「ん」というのは鼻に息を抜きながらかといって口でも閉鎖を伴っていない状態にあるわけですこれはここまでに登場していないパターンの音です鼻からも口からも息が出ない瞬間があるのが破裂音 鼻からは息が出ないが、口からは息が出続けるのが母音や摩擦音。口からの出口は塞いで、鼻からだけ息を抜くのが鼻音でしたが、この新しいパターン、鼻からも口からも息が抜けるのはビボインです。さてこれで5種類の音が登場しました。唇での閉鎖を伴う音の前では、あらかじめ唇で閉鎖を作りながら鼻から息を抜く。 下先と歯茎との間で閉鎖を伴う音の前ではあらかじめそこで閉鎖を作りながら鼻から息を抜く下先よりちょっと後ろの面と歯茎よりちょっと後ろの位置との間で閉鎖を伴うそういう音の前ではあらかじめその位置で閉鎖を作りながら鼻から息を抜く南郊外での閉鎖を伴う音の前ではあらかじめ南郊外で閉鎖を作りながら鼻から息を抜くそして閉鎖を伴わない音の前では閉鎖を伴わないまま鼻から息を抜く 5種類もあるという話だけ聞くと複雑に思いますがやってることは同じですねつまり次の音の準備をしながら鼻から息を抜いて声を出すこれだけです細かいことを言い出せばキリがありません例えばかきくけ 子という時の閉鎖の位置は一定ではありませんが音声学では一般にこれを全部ひとまとめにして軟膏外破裂音と呼んでいるわけですですから当然暗子という時のうんと暗記という時のうんも全く同じではありませんまた幹部という言葉で あからんに移るときには、唇の閉鎖と口外反の下口という2つの動きが伴うわけですが、この2つの動作は瞬間的にまた同時に起こるわけではありません。普通、口外反の下口の方が唇の閉鎖よりも若干早く起こるので、完全なあと完全なんの間で一瞬、ビボインが発生します。 それから閉鎖を伴わない音の直前の「ん」は「ビボインとくくられていますが先ほど見たようにどんなビボインなのかは前後の音によって微妙に異なりますこのように実際に起きている現象は連続的で明確に5種類とか6種類とかに切り分けられるわけではないのですであればなおのこと「ん」には6種類もの発音があるのようなただ国際音声記号に基づいているだけの中途半端に複雑な説明をするのではなく んとは次の音の準備をしながら声帯を振動させ鼻から息を抜く音であるこのように理解するのが適切だと思いますさてお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが6種類あるといわれる「ん」のうちまだ説明していないものが一つありますそれは発話の最後に来る「ん」ですつまり「うん」とか「ごめん」とか言う時の「うん」です先ほど見た「心刊の MRI 映像を見てみましょう「心刊、心刊。 新刊このように加工した口外反が舌の後ろの部分に触れて口への通り道が塞がれていますこれは教科書的には口外水ビ鼻ンであると言われます口外水というのは口外反と同じものだと考えてもらって差し支えありませんが着目する機能に応じてここでは口外水と言います ともかく発話の終わりの「ん」は口外水ビヨンであると言われるわけですがしかしこれもわざわざ一つのパターンとして切り分けるほどのものではないでしょう。我々は何も喋っていない時は口は閉じていてまた口外水は垂れ下がって鼻呼吸をしています。 発話の終わりに「うん」が来る時というのは鼻から息を抜いて声を出しながらこのデフォルトの状態に向かうわけでそこで郊外水が舌に触れてしまいやすいというだけのことですですから実際には発話の終わりの「ん」であっても例えば「ビボイン」「軟口外ン、音」「親ビオン、こういった郊外水ビオン以外の音で終わったって構わないのですというわけで「うん」というのはやっぱり次の音の準備をしながら鼻から息を抜いて声を出すそういう音なのです もちろん日本語を学習している日本語非母語者に対してこのように説明することが適切なことだとは限りません。それから6種類に分けるのが間違いであるというわけではありませんし分類する過程で「ん」についてそして日本語の音全体についての理解は深まるでしょう。でもそれで終わってしまうのは中途半端でもったいないですし少なくとも我々は6種類の「ん」を使い分けているみたいに表現するのは的確ではないと思います。 日本語母語者にとって、んを理解すると次に問題になってくるのは、うんに似た外国語の音です。実は英語の n の音も、後に続く音が閉鎖を伴うかどうかという観点から、複数の種類の音で発音されるのですが、詳しくはまた今度。私は英語発音指導士としてイギリス英語のレッスンや教材を提供していますので、興味のある方は概要欄を覗いてみてください。それではまた。